天下一忍者決定戦は2013年から2018年にかけて神奈川県小田原市で開催された祭事場の企画。優勝者に六代目以降の風魔小太郎の称号が与えられた。2014年からは男性の優勝者に風魔小太郎、女性の優勝者にお風の称号が与えられるようになった。当初は5月の小田原法上五代祭りの企画として、 行われ、2015年からは8月の忍者の里風魔、祭りでの企画として行われた。当初は、都競争で優勝者を決定していたが、2014年からは、吹き矢と首里剣投げ、2015年からは、知力、体力、2016年からは、知力、技術力、運動力を競い、感、運の要素も必要な競技に変更された。 2013年5月3日の小田原北条五大祭りの時小田原市観光協会主催で第1回天下一忍者決定戦が開催され、108人が参加して小田原乗馬質問から学派して前までを走り、優勝者に六代目風馬小太郎の称号が与えられた。風馬小太郎は五代目まで実在していたと言われているとして、 1> 第1回大会の勝者が6代目とされた。2014年5月3日の第50回北条五代祭りで約100人が参加して、第2回天下一忍者決定戦が行われ、吹き矢と首里剣投げでスタートポジションを決めた後、約150メートルのコースで徒競争をし、男女の部それぞれで小田原高校出身の元同級生が優勝して、7代目、風魔小太郎。 初代オフウの称号を受けた。二千十五年の第三回天下一忍者決定戦は同年八月三十日の第三回忍者の里風魔祭りの時に実施予定で競技内容を変更して知力、体力を競う予定とされていた。二千十六年の第四回天下一忍者決定戦は同年八月二十八日の第四回忍者の里風魔祭りで 力技術力、運動力、そして感、運の要素も必要とする競技として実施予定とされていた。2017年の第5回天下一忍者決定戦は同年8月27日の第5回忍者の里風魔祭りで実施予定とされていた。2018年8月26日に行われた第6回。 天下一忍者決定戦には予選を勝ち抜いた約20人が参加し、優勝者が11代目、風魔小太郎の称号を受けた。ありがとうございます。